どうも、極楽です。極楽さあ、ギネス記録に挑戦。ちょっと待って、その前に今日あのカメラマン林やから。はい、林。はい、鼻息肌に聞いてそうですね、大丈夫です。はい、真剣に言う。まあでも今日はちょっと鼻息も荒くね、だらしい。これね、M&M です。はい、ね、皆さんご存知の、これがですね、ギネス記録がですね、1分間に箸でつまんで1個ずつ食うと。なるほど。65個です。あ、65か、結構やな、はい、でも。ということはもう1秒に。1秒以内に食わためんと。うん。大丈夫だよ。いや、いけないでしょ、これ。奇跡の3個図鑑とかできるかもしれないから。パチッハマってね。パチッハマってもて。まあ、じゃあ。でも行ってみるか。行くしかないでしょ。もう、行くしかないよね。はい、一番ギネスに近い男、はい、BGY が挑戦する、はいはい、M&M チョコレートギネス記録、はい、チャレンジ、よーい、スタート。2 3 4 5 6 7 8 9 シュールやな。いけいける、頑張るよ。8 8、いけるよ、いける。9、はい、いった。10、いった。11、12、13、はい、14、15、16、17、18、19、20、いった。早いよ。行こうかな。20、まだです。23、間に合う、間に合う。14、25、26、お、いいよ。17、18、19、早い早い、何も分かんなくなった。終了。うわー、惜しい。なんでお前横のって数えられへん。いや、もうなんか秒数とこれいろいろ見たから。うわ、惜しい。惜しいというのは途中で後半の記録なんぼや。35です。違うよ、ギネスの65。まあだから半分ぐらいやんか、僕らの得意な。はい、いいです。得意とするのが。もうええ加減にせよ、もう。出ました。違う違う、これ後半のペースだったら多分いけたよ。後半のペースは1秒切ってる時もあったね。これまあ B 君やっぱ器用な男なんで。はい、あ、35を超えれるかどうか。いや、65です。あ、65ダメです。もう35ペースとか。あ、もう、ね、ここの対決じゃなくて世界の対決です。そうやろ、まあまあそりゃそうやろ。はい、じゃあ続きまして僕もやりましょうか。これやっぱコツとしてはね、めちゃくちゃ箸を短く持つとかそんなんやと思うんですよ。ああ、それ深いね、うん、なるほど、うん、でももう持った瞬間いきますね。よーい、スタート。おじいちゃん、おじいちゃん。おじいちゃん。お、俺数えてなかった。ちょっと待って、ちょっと待って、リー君ちょっと待って。なんなんもうこれ。1分間に何個食べるかっていうお前ギネスでなんて数えてへんねん。まあでもしかもお前初めから1とも2とも言うてんねん。まあでも別的に無理ですわ。むちゃくちゃやな、もう。後でお店でゆっくり食べましょう。これ無理。あんま甘いよ。確かに。あんま甘い。全然箸短く持った意味もなかったし。これちょっと林くん。はい。どうですか、今回これ付き合って。毎回ねこんな茶番に付き合ってるんですよ。それは大変ですね。そう、それいけるよけど。今回は茶番でしたね、完全に。ごめん、俺がねやっぱ1から数えてなかったっていう。そうやな。え、ほら。どういう心境で喜んでるの。おじいちゃん、おじいちゃんって言っただけやからな。なあ、どういう心境で喜んでるの。おじいちゃん、おじいちゃんちゃうねん。いやいや、もうじゃあ頑張れ、頑張ってほしいねっていう、うん、もう明らかに一つ目から無理やったから。もうええかな、数えるのってなったよ。ほんま、むちゃくちゃやん。ブル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 。はいはい、まあ今回無理やったけどね、うん、まあ可能性はちょっとあったわけ。いつか行きますか、これは。はい、鍛えておきます。はい、練習しましょう。またイベントにします。はい、ということで、極楽君でした。
今日くらい。これ無理、これ。ほら無理。チャレンジしてみてね。